それではテクテクリブレオフィス始めたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で本日はですね、いつもテクテクでは機能の紹介というのを主に行ってきてるんですが、今回は趣向を変えまして、リブレを使っていて、見本訳の項目を見つけたらどうしたらいいかというところをですね、ちょっと紹介していきたいと思います。なるほど。で、見本訳ってどんなのっていうところなんですけども、どんな、そうですね、今探す感じですかね、そこのメニューから。そうですね。で、画面ライターが出てると思うんですが、通常、ほとんどのメニューは基本的に、我々によって、翻訳が行われているわけなんですけども、たまにですね、見本訳が取りこぼされている場合があります。はい。で、例えば、ツールの中のスペルチェックというやつなんですが、はい。で、ここですね、Not in Dictionary。なるほど。こういうのはたまにあるんですね。これ前はなかったと思うんで、なんか英語の文章が変わったんですかね。そうかもしれないですね。7.3 でも見てみたんですが、やっぱりここのところは見本訳になってましたので、ちょっとここのところ、見本訳のままになってたみたいですね。で、これをですね、翻訳をして、リプレオフィスに反映していくということが実はですね、使っている皆さんでも協力をしていただくことができるというところなんですね。はい。で、まずこの Not in Dictionary、 何と訳すべきかというところなんですけど、直訳すると辞書には、辞書にはありませんっていう感じになると思うんですけど、で、直訳をしてもなんかちょっとピンとこないところがありますよね。そうですね。これはスペルチェックをしたときに辞書がないやつがここに出てくるとですね。そういうことですね。そのあたりの、じゃあスペルチェックって何なのっていう、こう機能を一応背景に、置いとかないと、ちょっとニュアンスをうまく出せないかなっていうところがありまして、で、例えばこんな英文が、英語じゃないんですが、文章があったとして、で、スペルチェックっていうのはこの中で、入力を間違った、単語がないかというのを探す機能なんですね。はい。で、こういう文章を用意した上で、スペルチェックを実行すると、こんな感じでですね、結果を返してくるわけなんですね。もうこれことごとく登録されていくんじゃないですか。そうですね。適当な、英語じゃないんで、そうですね、はい、存在しない単語を適当に並べたローレムイプサムっていう有名な文字列なんですけど、でこいつに対してスペルチェックを行うと、片っ端からこんな単語ないよっていうことでエラーで引っかかるわけなんですね。で、例えばローレムに対しては、これはローレンの打ち間違いじゃないのみたいな候補を提示してくれるっていう機能なんですね。で、これを踏まえた上で、じゃあこの Not in Dictionary って何と訳すべきなんだろうっていう話になるわけなんですね。確かにですね。はいはい。で、もともとリブレの中にはこういう、こう正しい単語の辞書というのを持っていて、で、その中にない単語はちょっとおかしいだろうというふうに引っ掛けてるという形なんですね。そう思ったときに、じゃあこの Not in Dictionary を何と訳しますかね。何としましょう。辞書にない単語とかですかね。単語というのはこの中にはないんですが、そういう手もあるんですけど、はい、単語単位で言われるのかどうかはちょっと分かってないですが、だいたい単語ですかね。そうですね。次へ次へってやるとやっぱり単語ごとにこうフォーカスが当たっていくので、単語っていう言い方ではおかしくはないかなという、感じはしますね。なるほど。はい。で、
まあ、そこのところは、まあ、今回は提案というのをいただくという流れにしたいと思うので、はい、まあ、多少ブレがこの後あったとしても、うんうん、コミュニティ、まああれですね、審査の段階でそこは正、はい、まあ、直されるだろうという期待を込めて、まあ、ちょっと緩くいってみます。はい、でじゃあこれでもって、じゃあ今回はこれに対して、辞書にない単語ない、ないはどっちにすべきかな。 こっちですかね。いやあんまりそこへ漢字じゃない方がいいかもしれない、まあ、こちらにしておきますか。どっちがいいんだろう。はい、はい、まあこれでもおかしくはないですね。じゃあこういう単語をあそこに当てるべきだろうというふうに、まあ考えましたということですね。はいはい、では次にこれをですね、どうやってこのリブレオフィスに反映していったらいいのかというところなんですけど、はいはい、で、ですね、我々翻訳に使っているウェブレートという機能がありまして、そちらを使っていただくことになります。で、まあ、これどこにあるんだというところなんですけど、これリブレオフィスの公式サイトですね。で、この中の、はい、参加仕様というメニューの中の、うん、このネイティブ言語プロジェクト、あ、じゃなかった、ローカライズ、ローカライズの方を開きます。でいくつかメニューが出てくるんですが、この中の自分の言語の翻訳状況をチェックというですね、うんうんうん、こちらを開くと、ウェブレートというツールに、はいはい、が開きます。でこいつをですね、使って翻訳の提案を行っていくようになります。で翻訳を行うには最初にですね、戻って、すいません、プライベートウィンドウで開いておきますね。そうすると、サインインが必要ですよというふうに出てきます。で、まあ、提案のみ可能ですってなってるんですが、ですね、サインインをしないと提案もできない設定に実はなっていますので、あ、なんかずれてるってことですね。あ、そうですね、このメッセージはちょっとずれてるんですが、まあ、とにかく登録が必要なんだというふうに、うん、ご理解ください。でここで、登録メールアドレスとユーザーと、あ、そうですね、フルネームと、それからちょっとした人間チェックの、質問に答えて登録という、うん、まあ、よくあるサービスの登録的な手順を踏んでいただきますと。はい、なるほど。あれ、ウェブレートから登録できるんですか。はい、これシングルサインインを使ってたと思うんですけど。やってみます。試したら分かる。どうしたな。なんか使ってるメールアドレスだと統合されるかもしれないですね。適当な。適当だと example.com がいいんじゃないですか。これだとなんかそもそもエラーになりそうですけどね。メール届かんから。そうですね。なんかあったかな。まあいいかな。登録できるんですかね。どうなんだろう。できるのかな。まあそこはちょっと飛ばしていきますか。そうですね。登録できるんじゃないかと思ったんですが、シングルサインインの方に飛ばされて登録できるんじゃないかという気がしてますが、
あ、普通に行けますね。あ、行けますか。ええ。一応今のフォームを操作していただくと、はい、登録したメールのメールが飛んでくる。そうですね。まあ、こういった一般的な手順で、ウェブレートにユーザーを作ることができますと。なるほど。はい。で、そうしますと、まあ、こんな感じでログインをした状態にまで、ちょっと持っていっていただければと思うんですが、でこうした上で少しですね、このメニューを掘っていくようになります。でこのウェブレートですね、リブレオフィスというのはあの多言語でのプロジェクトになってますので、日本語以外の言語なんかもすべてこの中で、管理していますので、言語を絞り込んでいく必要というのがあります。でこの言語の中に日本語というのがありますので、これを選択をして、でその中でさらに、いくつか選択肢があるんですが、ここでは、UI のマスターというですね、一番最新の状態が入っているものを選びますと。はい。でこの中からですね、次に、この単語ですね、Not in Dictionary というのを文字列検索をしていきます。で検索ので、まあここにいきなり入れてもいいんですが、少しあらかじめ絞り込んでおいた方がいいので、こちらでいきましょう。 Not in、 はい、こうかな、かな、間違いないですね。ディクショナリーですね、はい、でここがですね、原文の項目のみを検索しますよと。で原文以外にもいくつもですね、文字を入れる部分があるんですけど、今回はその、未翻訳の原文の中にこの文字があったらという設定で検索を行いますと。でこれで追加を押すと、ここに検索条件が入りますので、このこうした上で、検索ボタンを押すわけですね、はい、そうしますと出てきました。出てきました。 Not in Dictionary で、まあ、一つだけ出てきたので、これが複数出てくると、はい、さっきのダイアログなのか、それともこの他に別な場所に、同じ文字列があるんではないかという心配が出てくるんですけども、うん、今回この言葉だと出てきたのは1個だけなので、まあ、おそらくこのダイアログのもので間違いないだろうと。うん、そうですね、おそらくです、はい、まあまあ、まあ大方間違いないでしょうと、はい、UI マスターの全体で検索したので、はい、そうだと思います。そうですね、たまにね、なんか部分的なところで検索すると出ないとかありますけど。そうですね、はいはい、でここにですね、この辞書にない単語という言葉を提案していきますと。ちなみにですね、はい、ちょっとしたお知らせがありまして、ね、あ、はいはい、昔のバージョン見てると、はい、辞書にありませんっていう翻訳が当てられてました。辞書にありません、微妙ですねそれ使ってる人分かってたのかな、わかりにくいっすよね。これが、バージョンが 7.1K まではそれだった。なるほど。で、まあ、例えば 6.3 とかでもそれだったので、そこそこ長い間それだったらしいという。なるほど。まあ、それを引き継ぎ、まあ、前のバージョンから調べてきて引き継ぐというのは一つの、はい、まあ、選択肢ですね。ここはまあ見つけた方からの提案という流れなので、ちょっとこのままいっちゃってみましょう。はい。はい。まあ、基本的には前のやつを使った方がいいのはいいんですけど。そうですね。はい。まあ、提案は別に、そうじゃないやつを提案することもできます。あ、そうですね。はい。はい。で、一つ注目していただきたいのが、ここにアンダーバーがありますね。
うん、でこれ何かと言いますと、アクセラレータキーとかニーモニックキーなんて言いまして、ショートカットキー、オルトを押しながら N を押したときにこのメニューがですねキーボード操作で、選択されるという機能があるんですけども、そのための N キーを押すと、メニューが選択されますよっていうのを示すための記号なんですね。で、これをですね日本語として入れる場合にはこういう書式で入れましょうというふうになっています。で、括弧は全角で半角でアンダーバーを入れて N と、こうすると辞書にない単語括弧 N というのがですね、追加されるわけです。で、ここまで入力した上で、提案というボタンを押しますと、はい、ドンと入力を押して提案というのを押していただくと、どうなったかなと、ここにですね提案されましたよという形になりましたと、はい、うん、はい、とりあえず作業としてはここまでです。で、あとはですねこれを日本語チーム、日本語チームというかあのコミュニティの査読権限のある方がですね、これを確認をして、で翻訳として問題ないというふうに判断をすれば、これを採用するというふうになるわけですね、はい、でまたここで採用されたものが、あとはスケジュール的なところになってくるんですが、どこかの段階で、リブレオフィスの本体の方に反映されていくという流れになりますね。はい、まあ、ちょっとどの段階でというのはここではあまり詳しく、まあ、触れなくてもいいのかなとは思うんですが、はい、まあ、直近で採用されるか、または次のバージョンで採用されるかという形でですね、どこかのバージョンアップの段階でこれが採用されていくというふうになるわけですね、はい、まあ、一応今 UI マスターなので、はい、7.4 に入るかもしれない。そうですね、採用される可能性というのがありますね。で、まあ、今回はテスト的にやったものなので、これをこのままではいくわけではなくて、先ほどえのきさんの方からあったように、もともとあった翻訳の方を採用するという線もおそらく可能性がそれなりにあるでしょうというところですね。あ、そうです。どっちがいいかっていうのを考えないといけない。そうですね。あ、はい、でちなみにそちらは何ていう言葉でしたっけ。辞書にありません。辞書にありませんって言ってますね。一人で複数の提案を行うこともできないわけではないですね、はい、あ、できますね、確かに、はい、それで、まあ、2つきましたねですね、はい、はい、あとは、まあ、2つ出しておくと、まあ、好きな方を採用してもらえるという。そうですね。で、あとは査読者の方で、はい、ふさわしいと思う方を採用するというふうになるわけですね。まあ、こんな感じで、まあ、見つけた未翻訳部分を報告していただくと、それがですね、後々リベルオフィスの方に反映されて未翻訳をなくしていくことができるというですね、まあ、こんな感じのものになりますと、うん、でちなみに、ここで翻訳をですね、提案していただいた方には、一つ嬉しいお返しがありまして、どんなことかと言いますと、ヘルプのどこだっけ、リブレオフィスについてで、ここにクレジットというのがあるんですが、はい、クリックしていただくとウェブサイトが開くんですけどもで、ここですね、リブレオフィスに貢献をしてくれたユーザーの皆々様というページがあるんですけども、ここにですね、この提案をしてくださった方の名前が載るというですね、うんうん、これ採用されたら載るんでしたっけ。ちょっ
と提案だけでは乗らないかもしれないですね。ちょっとそこまで検証してないですが、まあ 採用されればおそらく、乗るでしょうと、はい、なので、まあ、ここをですね、ちょっと俺こういうところに名前載ってるんだというふうにこう自慢してしまうこともできるというですね、うん、そこが翻訳のとこなんですかね、そのあたりが。あ、すみません、これセクションがいっぱいあって。なるほど。なんかソースコードのやつ、上はソースコードですね。そうですね、上はデベロッパーですね。トランスレーションは、新しいウィンドウ開けって書いてあるのか。それか、これか、トランスレーター。そうですね、ランゲージコントリビューターで JA かな。なんか若干手作りっぽいですね。これ手作りなんですか？なんかあんまり自動そんなことはないと思うけどな。ちなみにさっきのページにもありますよね、多分。ここにも出てくるんですよね、トータルコントリビューターズ。ウィキですね。ウィキか、まあ、その下にあるかもしれないですけど、ウィキの下に翻訳とかないのかな。ないですね。あ、じゃあこれウィキなんだ。私もよく分かってないという。やっぱこっちなんですね。そっちなのか。うん、でも普通にこれウィキですよね。ウィキですね。はい、なんか更新履歴見たら誰が更新したか分かります。謎ですね。なんか普通に更新ですね。なんと手でやってるのか。なんかそんな感じがしますね。そうなんだ。自動で拾ってるのかと思ってた。へえ、うん、はい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 。ああ、まあ俺キレキのお名前がありますが、でも全員乗ってないかも。そうですね。なのでもっとやってる人いたよなと思って。なんで、まあ、ちょっと機械的に全員乗せるっていうことではないっぽいですかね、うん、これ見る限りだと。なんかどうなってんでしょうね。まあ一応、はい、ウェブレート上では見れるので、あ、なるほど。ここで例えば日本語の言語のとこをさっき言ったじゃないですか。はい、ここ、あ、そこじゃなくてダッシュボード、一番上の言語から日本語を選んだ。あ、はいはい。ここで例えば日本語のやつを情報のとこ、情報タブを押してもらうと、まあなんか、何人やりましたとか、見えてるので、うん、ここに名前はないんですけど、それに履歴を、そうか、履歴タブか。履歴タブとかを見ると、なんか、明日です。これか。はいはいはい。あ、さっきのやつとかが出てきてるっていう。そうですね。この履歴で、に、まあ、情報が載りますよと。はい、だから確認することは全然できます。そうですね。その人がどれぐらい。だから目黒さんの個人ページとか行くと、その人が何個見れますよね。その、目黒さんだけじゃなくて、各自のページも見れるんですけど。これですね。はい、何件やったかとか。の翻訳、1700の提案。採用者が402ぐらいありますね。はい。というのは全部見れて、はい、と。ちょっと、これはクレジットとは呼べないかもしれないですけど。そうですね。ちょっと、ちゃんまあ、ユーザーの。やったぞというのは、なんか、確認できるように。そうですね。はい。というところで、はい、まあ、若干我々もよく、勘違いしているようなところがあって、なんかあんま分かってなかったです。そうだったんだっていう感じなんですが、まあ、とにかくですね、はい、まあ、名前が載る載らないはともかく、プロジェクトにですね協力をしていただくと、リブレオフィスのクオリティがより上がっていくということになりますので、ぜひですねこの翻訳の方へですね、
ご協力をいただければと思います。はい、はい、といったところで、今回のテクテクリベルオフィスは、翻訳への貢献協力方法と、提案方法をご紹介いたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。